夜ご飯をですね求めてホテルを出てブラブラしていたら、なんと美味しそうなソーキそばですとか、もう沖縄そばとかがあるですね、ガブソーカ食堂というところを発見しまして、ブラッと入ってみました。入った時間がね8時過ぎとかで、もうなんかラストオーダーなんですけどって言われて、あもう全然もう大丈夫ですって、もう速攻頼みました。沖縄そばですね。で頼んできて、いろんなメニュー見てたら、このメニューの裏に定食のメニューとかもあったの、やばくない？こっちもあったじゃんって思いながら、いやでもまずはもう沖縄そばでいいよねってことで美味しくいただきました。で食べた後ですね、ちょっとブラブラお散歩、なんか私ここの道の風景好き、なんかすごいちょっと海外っぽい感じするじゃん。でブラブラ歩いて、あのスーパーがね、このユニオンがあるようなので、ちょっとねお散歩をしつつ、飲み物、まあ飲み物って言ってもお酒なんですけどね、お買いに行ってきました。でちょっとあのユニオンの店内の中のちょっと音楽とかその雰囲気が好きなので、ちょっとね次からあの背景の音楽ありになるよ。
うね、結論、私はユニオンが大好きっていうことですね。でこれがさっきキラキラしてる看板のって言ったじゃん、これハイウェイ食堂って言って、私これ沖縄ここ来る前に YouTube で見てめっちゃ気になってた食堂の一つでさ、まさかこんな簡単に会えるとはちょっと思ってなかったのでびっくらこきまろです。でお腹いっぱいだったわけじゃないんですけど、すごい両手で荷物だったのでちょっと今日は諦めて明日以降で来ることにしましょう。でさっきのちょっとなんかセクシーな感じの上がプールに、ね、なってるのかな、そのホテルを見つつまたブラブラ歩いてホテルに向かってますね。このイケスがあるところのなんか居酒屋もめっちゃいい感じじゃない。でこのお魚タイガーってところもさ、なんか新しいよね。ですごいなんかアメリカのダイナーみたいな感じでいいじゃん、かわいいじゃんって思うんですけど、私の今回の旅の目的の大きな一つと言っても過言ではないでしょう、ファミリーマートですね。ファミリーマートに来ました。で見てください、これ沖縄のファミリーマート限定のこういった泡盛、梅酒、もういろんな種類ありますね。これをね今回買いに来たと言っても過言ではないんです、私は。そうで別に、ね、その1日でさ1個飲み干すわけではないじゃない。で3泊4日かけてちびちび飲もうということで、ここのお酒コーナーにあるところほとんど1種類ずつ買って帰りました。青森コーヒー美味しかったんだよな。ちょっとこれ飲んだ紹介のね動画もあるからまた今度あげますね。でもうね両手にユニオンの買い物と泡盛いろんなの持ちすぎて手パンパンになりながら今信号待ちしてるところですね。でもう頑張って歩いて帰ってきまして、これがホテルの全貌ですね。結構綺麗じゃない。で大きいよね、なんかね思ってるより大きい、迫力あるそう感じのホテルですね。で猫もいてね、本当に癒される。沖縄がさ持つ癒しのパワーってすごいよね。なんかさなんていうの、ここに来るだけで本当に癒されます。でこのホテルの、ね、入り口にプルメリアの木とかあったのよ。そういうのももう私からするともうだいぶ癒されました。でさっきはタクシーでさ来たからドアの前に直付けしてもらったけど、こうやって歩いてねエントランスを見てゆっくりしながらのそう戻ってきましたよ。このホテルアンテルーム那覇ですね。もんとこの青いねところは毎回ちょっとびっくりしちゃうんですけど、で涼しいってね癒されるもんでの荷物ちぎれそうよって思いながら、このなんかバウチャーもちょっと見ちゃったりして、この一つっていう沖縄そば屋さんちょっと行けずにいたのでね残念なんですけど、ちょっとまたね次回以降行きたいなって思いますね本当に。でね具志堅さん、私はいつか石垣にも行きたいよって思います。で今回のちょっとね動画はこちらで、ね、もうすぐ終わりなんですけど、次回はちょっと買ったもの紹介ですとかそうするのでね、皆様次回の動画もぜひぜひもしねよかったらね見てくださいね。じゃあバイバイ。ってことで早速これを1本むしり取って、オリオン500ですね。カリーカフェ、私これ初めて見たんだけど、マイルド&テイスティーだって。でいいなと思ったのがさ、沖縄森永乳業なんだって。うん、美味しい。でつまみを食べながらぐいぐい食べようと思います。楽しいね沖縄、何もしない旅ですね。最高です。